くちゃ曲に向かってこう作ったのか言ってですね、例えば何て言うんでしょうかね、例えばテーブル型、テーブルという曲作ろうと思ってテーブル、よしテーブルについて考えるぞと思ったら全然できなくて、ふと違うところのゴミ箱っていうところからヒントを得たら地球にゴミ箱のものができていたりとかするわけでございますね。簡単に言うとね、気負いすぎちゃダメやな。なんか偶然の産物も信じたいなみたいな最近思いますね。気負いすぎてその後一回温めて置いた後に聞いてから全然良くなかった時のショッキングなことがないですかね。めっちゃ考えたよ俺、めちゃめちゃ天才やん思いながら作ってたのに、しばらく置いてから聞いてみたら全然ちゃうやんなとかあるんですよね。でもやっぱりいい曲をね、それは歌いでは作っていかなきゃいけないと思うんですけど、やっぱりそのプロたるやと思うのは締め切りがある中でどんだけいい曲を作るか、非常に僕は昔から大事だと思ってました。永遠にある締め切りの中で10年間の中で曲作れっていうのは、やっぱりプロとしてやっていくにはやっぱりね、ある期限を切ってその範囲の中でどんだけいいものを作るかっていうのが非常に大事じゃないかなと思っておりますわけでございまして、この中でやっぱり1ヶ月間というスパンの中でやらなきゃいけないっていうのは、ある意味いい刺激を受けたなと思っていますが、2015年はそういうモチベーションを持ち続けることができるでしょうか。そういうことを皆さんに、え、もうやめたの？とか、もうやめんの？とかいう声がですね、たくさんいただけるならば僕は続いていけそうな気がしますので、皆さん前向いて一つの気持ちでやるアーティストとしてですね、楽しみだと思います。どうなるか2015年、よっ。